ボルト、イクゼモモ式、友情のバリオンモード、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。モモ式、やめろコアッパ、我の命が消えていく。はい。やりたかった感が出ててダメだった。モモちゃんはボルトの奴隷だから。一石二鳥じゃん。メリットしかない。モモちゃんかわいそうだろ。なんでみんなモモちゃんをそんなにいじめるんですか？逆にいじめない理由あるんですか？モモちゃんはボルトと違ってあんまり心強くないんだからかわいそうです。くさ。モモ式はメンタルは豆腐だし、ガチで寄生生物だから殺す一択だし、ボルトからの情ないんだから一石二鳥だよな。モモ式のボルト器は UR、ボルトからモモ式道術は R だから、モモ式の知識がカーマで復元できたらいよいよ価値がなくなる。タイトルだけで笑っちまった。自分の命消えるって言われてもやりそう。これには乾きもにっこり。兄弟殺したくねえって思いながらでも約束もあるし、7代目と里守るにはこれしかねえって自分から狂ってるもんな。でもこれやるとにっこり笑顔で乾き自害しちゃう可能性すらある。桃式との友情パワーでそうする前に殴って止めるから平気平気。バリオンモードで殴ったら息の根が止まるだろ。アケビはどうなるんですか？マッマテッコワッパ、そいつは我の命が、ああ友情、強敵と書いて友と呼ぶ関係だから友情。助けることでしかできない。これは友情そのものだってばさ。忍者してるじゃないかボルト。ああついにボルトまで友情と言っとけば何でも許されるってばよ。今日に入信か。やめやめろクソガキ、我の 82% が減っていくスタイルはシャレにならないからやめろ。モモ式、ずっと忘れねえ。お前の 18% はいつも俺のハートと共にあるってばさ。微笑みながら親指で自身の心臓をトンッと小息に叩く。友情のバリオンモードは相手の寿命も減らして危険だからラジオ体操でもするってばさ。せっかくだから高度のクソ野郎とプロレスでもすればいいんじゃねえか。いやひまわりに久しぶりにパンケーキ作ってやるってばさ。生クリーム泡立てるの結構重労働だからな。命を燃やすってばさ。クリームの泡立てに使われる桃式の生命。へ、一丁やってやっか。ふわふわ天使のスフレパンケーキ。行くぜ桃式。まだくたばっちゃねえよな。BGM 同点。歴史上最も間抜けな死に際だった大津月として名を残す桃ちゃん。まさに卑劣。桃ちゃんだけ消えてカーマの力は残るってこと？最終的にはそうなるってばさ。最高じゃない？やったぜ。すべての問題が解決した。友情パワーってすごい。やめろ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 ー。この、人手なしがあんだけすべてを失うとか生きる気力をなくすとか煽っといて、どっちが人手なしなんだってばさ。誰かさんのせいで純度 100% 人じゃなくなったからな。くさ、乾きのレス。いつかおめえの往生際もどうにかしてやりたいと思ってるってばさ。それ遠回しに死ねって言ってない？クラマとナルトみたいに最後の思い出話のコーナーあったらくっそ気まずそう。ボルトはいい子だから最後は感謝の言葉を伝えて綺麗にお別れしそう。あん時はいろいろ助言や解説してくれてありがとうだってばさ。おかげで冷静になれてやる気も湧いて覚悟決まったんだってばさ。あとコード来週ん時も桃式が調子乗ったおかげで無事 18% もらえたんだよな。マジ感謝だってばさ。じゃな。あまりに爽やかすぎて言い返す言葉もないな。ぐぬって何か言いたいけど言えない微妙な表情になりながら消えていきそう。いや、三垣様、素直に感謝してもこうなりそうだからな。やっぱバリオンするしかなくない？微妙にチクチクしてる。ザシュザシされても文句言えないからね。精神が内に秘められた方が死ぬと気づいた桃式によって肉体主導権の椅子取りゲームが始まるんですね。気合で見事椅子をぶんどってドヤ顔で座ったところをボルトからダイレクトケツアタック食らって押し出される桃式が目に浮かぶ。なんだこのスレは？ボルトと桃式のバディが友情のバリオンモードで平和を勝ち取るスレだが、ボルトモモ式はナルトクラマと違って相棒ではないけどどつき漫才の相方っぽさはある。わかりみ、クラマとナルトとは違って対話のデッドボールというかスピード感あるんだよな。相手を傷つけるとか嫌われるとか一切考慮しないバッチバチの煽り合いでしか摂取できない必須栄養素が半年分くらいは取れる。ボルトは純度 100% 人じゃないし、そもそもモモちゃんがカーマを刻んだことから始まったことなので、そういえばボルト今は何割かモモちゃんの体なのか、ってことは唯一と言ってもいいボルトの弱点だった波レベルの着羅量がある程度解消されてるだろうし、術の吸収もこの2年で使いこなせるようになったら螺旋手裏剣や大玉螺旋丸も夢じゃなくなるな。割とチート極まってるな。モモちゃん、今人生楽しいだよね。図に乗るなよ加藤主が、小僧の体を奪った暁には貴様から八つ咲きにしてやる。急にバリオンモードしたくなってきたってばさ。考え直せコアッパ。バリオンちらつかせるだけで面白い反応するなこいつ。あのさあモモちゃん、自己犠牲とかよりも何よりも周りに危害が及ぶことを嫌がるボルトの性格全然理解してないよね。
まあそういじめてやるなってばさ、いろいろあったけど俺たち今は結構いい相棒してんだぜ。なあ桃式、見せてやろうぜ、俺たちのバリオンモード。だからそれをやめろと言っているだろ、コアッパ。一発芸感覚で我の命を減らすな。かわいそうだってばよ。俺はお前の往生際もなんとかしてやりてえと思ってる。ボルモモのバリオンモードは一回使い切りじゃなくて少しずつ桃ちゃん消費できるのか。瓶の蓋が硬い時とか引き戸の立て付けが悪い時とかさ、こいつがいてくれてよかったって思うんだってばさ、いつもサンキューな、桃式、目を閉じ微笑んで胸に拳を当てる。たかが瓶の蓋ごときに命を消費されていく桃ちゃん、でも不思議と罪悪感ないな。七代目を殺そうとしたんだからそのぐらいひどい目にあっても仕方ないな。乾きもしくは岩塀のレス。他でもないこれは俺の物語だ。なあ桃式、見せてやろうぜ、俺たちのバリオンモード。これは一方的な搾取では？と桃式はいぶかしんだ。うるせえってばさ、人の体一方的に乗っ取ろうとしてきた奴が言うことじゃねえだろうが、だから俺からも搾取するのが対等な関係ってやつだろ？バリオンモード、悪かったってばさ、これは俺の物語だ。ただ、最初の本の少しだけは桃ちゃんと俺の物語だ。待て考え直せコアッパ、最初だけとか言うでない。桃ちゃん呼びになってるの笑う。お父さんもクラマに対して家賃請求してたんだから、勝手に住み着いた君も 10% でも 20% ぐらい払いなよ、減るもんじゃなし。敷金も一括で支払っただろうが、右目の分をまだ払ってもらってねえんだけど、敷金ってことは礼金はまだだよ、追加で 25% 徴収ね。そろそろ桃式がストックホルム症候群になる頃合い。ストックホルム症候群になるのは被害者の方だってばさ、ならなるのは桃式の方だな。微笑ましいなぁ、いや微笑ましいか？普通の不動産トラブル起きてて笑う。心臓と右目の破損及びカーマによる右半身の汚損でしょっぱい敷金じゃ現状回復費用に全く足りてねえからな。バリオンモードも辞さねえってばさ。何が面白いかってボルトはナルト以上に頭の周りが良くて口も上手いからやりとりに違和感がないってところ。桃式さんボルトのメンタルが強すぎてリアクション要因になってるのほんと笑う。ぐぬぬ、が似合うお笑い枠になるとは想像もしてなかった。他の奴らがボルト励ましてこのクソども、余計なことを、って汗かいてるの好き。スクナと桃式一体どこで差がついた？スクナも現在大手をかけられてるから桃式の方が可能性あるかもしれないけど。スクナはまだ奥の手あるけど桃式はそれすらなさそうでな。もうこの差は埋まらないんじゃねえかな。バリオンモード薄汚ねえ大津月の血を絶やすのに最適解では？ボルトの大切な友達に薄汚ねえとか言うなよ。勝手に自分の中に住み着いてきた友達だからな。お、クラマの悪口か？勝手なのは封印した側では。ボルトハッピーエンドで草。なんかこう夢枕に立つとか変な夢見せるとかでもなく起きてる時にたまに囁いてくるだけだからうるせえで済まされてる感ない？くくく、詳細はわからぬが青い瞳は貴様から全てを奪う。その時、貴様は絶望を味わうだろう。詳細はわからぬが。どうして事前に心の準備を、覚悟ができてた方が幸福だからな。桃ちゃん呼びが定着しつつあるの草。こいつとコードの二人はなんか知らんが本当に面白い。冗談抜きにバリオンモードが最適解すぎて笑う。俺自身が桃式になることだ。桃チンが生き残るためにはガチの友情を育みボルトにためらわせるしかないがやべえ局面では使わざるを得ない。罪ですね。中の人が承認しないと発動しないタイプかもしれないし。桃式がカーマをつけなきゃ乾きがコードと潰し合ってエイダがコードを殺して大体めでたしめでたしだったかもしれないんでやっぱり桃式が悪いよ桃式が。巨大螺旋岩にやられたのを根に持ってるのか出てくるたびに巨大螺旋岩アレンジをぶっ放す白目。上から物言うことしか知らないから煽りが超下手。ボルトを見習えよ。あいつデイモンに煽られても次の話ではデイモンと対戦ゲーム始めてるぞ。なんかこの一族頭が悪いな。こんなんだから桃ちゃんとか言われるんだぞ。義兄弟に兄弟殺しを頼むくらい覚悟決まってる奴が兄弟の気持ちを知ったくらいで絶望するわけないだろ。情報小出しにする奴はダメだな。かあ、青木目がなあ、青木目のせいでなあ。まあサラダとサスケがいないとちょっときつかったかもしれないが、意外と一人で踏ん張った可能性も高いけど。予告したせいで覚悟完了した側面もあると思う。ボルトに干渉するのがせいぜいだからボルトが不幸な目に遭うのと桃式って全く無関係なんだよな。なんで自信満々だったの。ボルトが孤立無縁になる未来が見えたぞ。普通案内されたら生きていけんすわ。うおおこの器が死んではまずいぞ。絶対死ねない死なせないってなってるのどっちかというと桃なんだよな。ボルトは死ぬ覚悟できてる。なんだこの強制関係。蘇生 28% 使う羽目になったのも桃式が勝手に暴れたからだからな。パワーだけ渡しとけばコードボコってあの場面丸く収まってたのに。12歳の戦争も知らないガキだぜ。ちょっと追い詰めれば余裕よ。
皆さんは、ボルト、イクゼモモ式、友情のバリオンモード、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。